土っちです。姉さん、あ、ちょっとすみませんね、将棋指してるとか申し訳ないんですけど、僕にちょっとお正月に会心の謎かけができたんで、ちょっと聞いてください。はいはい。箱根駅伝とかけまして、段ボールは1日分しかないから、次の日からは手提げですと解く、その心は、2日目からは箱根から袋でしょう。土っちです。いや、どうですかね、ねずさん、ちょっと、何やってるんですか。全然聞いてないじゃないですか。聞いてた、聞いてました。箱根駅伝でしょ。箱根駅伝、そうですよ。だからこっちも将棋でさ、大手待ちしてました。ねずっちです。土っちです。